東京電力は処理水の3回目の放出を来月2日から行うと発表しました。処理水の放出は今年度4回に分けて行われる計画で、2回目の放出は今月23日に完了し、現在は設備の点検が進められています。こうした中、東京電力は3回目の放出について点検に問題がなければ今月30日から放出に向けた準備に着手し、来月2日から開始すると発表しました。3回目の放出はこれまでと同じく17日間でおよそ7800トンの処理水を海へ放出する予定です。